深夜です。松坂屋です。大人のカトリアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトリアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトリアミュージックが予想を新たに令和の時代にお届けするデパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。さて本日は、ゲストに松坂屋名古屋店業務推進部サスティナビリティ推進担当の足立明美さんをお招きしておりますが、さてどんなね話が聞けるのかお楽しみに。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。上へ下へのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ、原田実、作 H ノブ、第126回後藤さんを待ちながら。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いのかというと、とにかく偉いのである。さて、誰にでも苦手なものはあるだろう。例えば私は辛いものが苦手だ。だが辛いものが苦手などとバレようものなら、広報レディあたりに。まあミスターデパート、辛いものが苦手だなんて可愛らしいですね。あれ、それとも可愛こぶってるんですかね。などと言われるに決まっているので、そんなことはお首にも出さないようにしている。そんな私がピンチなのである。どうしたんですかミスターデパート、食欲ないんですか。今私は広報レディと食事に来ている。レディのおすすめの店があるというので、うっかりとついてきてしまったのだ。そして私は今絶望している。なぜなら私が連れられてきた店は韓国料理屋で、私の前にはいかにも辛そうな料理ばかりが並んでいるからだ。どうしたんですか。もう冷めちゃいますよ。これ辛い。あーでも美味しい。あーそうだね。でもなんだっけ、このマッコリ、これ美味しいね。もうちょっとこれ味わいたいから、君は遠慮せずに食べなさい。そうですか、わかりました。ああそういえば今日後藤さんのライブ配信の日じゃなかったでしたっけ。ああそういえばそうだね。これはいけない。上司として彼のライブ配信を見守らないと。しかしいけないことに、ここはお店の中だ。お店の中でライブ配信を見るなんてあまりにも行儀が悪いよ。そうだろう。こうなったら仕方ないね。ちょっと私は外に出てライブ配信を見てくるよ。うん、その間に君がこれを全部食べてしまっても、
私はちっとも気にしないよ。うん、私人ができてるから。なんでそんな言い訳みたいな言い方してるんですか？言い訳？何を言ってるんだ君は。おかしなことを言うな。言い訳？なんで私が言い訳なんか。何もやましいことなんかしてないのに愉快な広報レディーだよ。まったく。もしかしてもう酔っ払ったんですか？だらしないな。すいません、お水ください。お水はいいね。万が一の時のためにお水はあった方がいいよ。何言ってるんですか。あと後藤さんのライブ配信まではまだ時間がありますよ。あ、そうなの。でもミスターデパートの気持ち分かりますよ。何、私の気持ち。バカなことを言うんじゃないよ。私辛いものは大好きだよ。は、辛いもの。何言ってるか分かりませんが、私の言ってるのは後藤さんのことですよ。後藤さんって人前で話すのもスマホも苦手だし、こっちまで緊張してきますよね。え、そうなの。え、知らないんですか。しかも後藤さんって料理も苦手だったりするんですよ。え、後藤くんが料理が苦手。そりゃ何かの間違いじゃないかい。だって彼入社一筋キッチン売り場に30年ぐらいじゃなかったか。何にも知らないんですね、ミスターデパートは。やめろ、上司を憐れむな。まあミスターデパートはあまり後藤さんと喋る機会もないだろうから、結構何でもそつなくこなすというイメージなんでしょうけど、意外と苦手なことが多いんですよ、後藤さんって。そうだったのか。私、後藤さんと最近こんな話をしたんですけどね。後藤さん、なんかおすすめのキッチン用品ありますか？次のラジオで PR しようと思いまして。いっぱいありますよ。無水調理もでき、お米も炊ける鍋、余熱調理ができるフライパン、とにかく見た目重視のホットプレート。パンを焼く以外の調理もできるトースター、ほったらかしで煮物ができる電気調理鍋、簡単にサラダチキンが作るサラダチキンメーカー、トイスカットでお米が炊ける炊飯器。待ってください、待ってください。絞ってくださるとありがたいです。ああ、すみません。これはうっかり。どうもキッチン用品のこととなると我を忘れてしまうというか。後藤さんって料理も上手なんでしょうね。いいえ。え？そうなんですか？ええ、美味しいものは好きだし、妻と共働きなので私が料理をすることもあるんですが、どうもうまくならなくて、子供がまだ小さい頃に聞いたんですがね、パパの料理で何が一番好きと聞いたら納豆と答えられましたよ。もちろん納豆なんて作ってませんよ、市販のやつですよ。私も母に、あんたが作る料理の中で一番美味しいのはインスタントラーメンだと言われたことがあります。そうですか。それはお気の毒です。恐れ入ります。まあなんと言うんでしょうかね、不器用なんですよね。それでもね、子供たちが、まあまあみんなもう一人暮らしをしているのですけども、最近はその機会もあまりないのですが、子供たちにご飯を食べさせて笑ってもらったりするとね、よし今度も頑張ろうって気になるというか。いい話ですね。でキッチン用品の話に戻るんですがね、キッチン用品がなければ今の私はないと言っても過言ではないんですよ。いや、職場だからとかそういうことではなく、キッチン用品って年々進化していて、料理が苦手な人でもちゃんと料理ができるようになってるんです。ほうほう。例えば容器の中に具材をセットしてハンドルを回せば、それだけでみじん切りができるものとか。知ってます、便利ですよね。あれ、材料を入れてボタンを押すだけで本格的なカレーやシチューができる鍋だったり、こういうのも毎年毎年進化していくし、流行もあるんでついていくのは大変ですけどね。そうですよね。でもね、料理が苦手な私だからこそお客様の力に立てることもあるんですよ。ふむ。料理が苦手でもいいんですよ。極論、料理をしなくたって生きていけるくらいに世界は便利になりました。でもね、料理が苦手でも料理をしたいとか、しなくてはいけないっていう人もいるんです。そういう人たちの気持ちが私には手に取るように見えるんです。それはそうでしょうね。なんて、偉そうなことを語ってしまいましたね。いえいえ、どちらかというと、おすすめのキッチン用品よりも、後藤さんの今の言葉の方を紹介したくなりましたよ。しかしなあ。どうしたんですか？
こうやって一人二人の前であれば普通に話せるんですけどね。はぁ、憂鬱だなぁ。ああ、ライブ配信の話ですね。ライブ配信って聞いてる人が見えないじゃないですか。なのに絶対どこかで聞いている。しかも何人も聞いている。考えただけで口がもげちゃいそうですよ。斬新な表現ですね。でもね、レディ、私はこう思うんです。苦手なものがあったっていい。苦手なものから逃げたっていい。でも、苦手なものに挑戦するのもまた一興ってね。口がもげるのもまた一興。話題になりますよ。それは嫌ですけどね。というような話です。後藤さんはああ見えて熱いハートを持ってるんですよ。そうか、全然知らなかった。まあ、さっきも言いましたが、知らなくても無理ありませんよ。私だって後藤さんと今の話をするまで知りませんでしたから。配信ライブまであと30分ほどか。よし、食べようか。そして心して後藤くんの配信を見させてもらおう。苦手なものに挑戦するのも一興。その通りだ。よし、いただきます。大丈夫ですか？辛いもの苦手なのにそんなに頬張って。いや、大丈夫だよ。君、今なんて言った？ミスターデパートはあれですよね。自分の弱みを私に隠すのが一番の苦手なことのようですね。ラジオドラマ、とびきりエブリデイ。出演、ミスターデパート役、ミスターデパート。広報レディ役、広報レディ。後藤役、原田実。作、H ノブ。第126回、後藤さんを待ちながら、でした。ショートラジオドラマ、とびきりエブリデイ、お聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次はようこそカトレアデパートへ参ります。カトレアミュージック、ようこそカトレアデパートへ。このコーナーは毎回ゲストをお迎えし、一緒にデパートや名古屋のことについてお話をしましょうというコーナーですが、本日はこの方をゲストとしてお迎えしています。松坂屋名古屋店業務推進部サスティナビリティ推進担当、足立明美さんです。足立さん、ようこそカトレアデパートへ。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやいや、しかしサスティナビリティって非常に言いにくいですよね。そうですね。そのまま担当されて4年ということなんですが、具体的にサスティナビリティ担当でどういうことをされてるんですか？そうですね、はい、松坂屋の、サステナビリティ活動を、浸透していくために、お客様向けへのイベントであったり、名古屋市や行政が主催する社会貢献活動に、松坂屋が参加するときには、私がその担当をさせていただいてます。で、店内の従業員へ向けての活動の、そういった活動を従業員に向けて、情報提供を行っていたりします。ということは、従業員の方の先生みたいなもんですかね。そうそう、ミスター、そうですよね。私 SDGs のバッチつけてないですか？これは足立さんの許しがないともらえないっていう。それでもこの人はよく頑張ってますと。そういうバッチ。あ、頑張ったでしょうのバッチなんです、ね。ただ単に頑張ってもダメなんで、その辺は詳しく聞いてみたいなと思います。どういったことを頑張ってるらしいんでしょうか？はい。やっぱりそのサステナビリティというところで、SDGs に、今SDGs と大変話題で、いろんなところで、推進をされていると思うんですけれど、17のゴールがあるということですね。そうですね、17のゴールの中のどれかに、お仕事の中で、推進ができたという方に対して、バッジを差し上げています。あ、じゃあミスターもどれか推進をされてますね。ちゃんと僕たち未来を作るパスポートっていうのを聞きました、さっき足立さんからもらうんですよ。
これどういったことなんですか、ね、未来を作るパスポート、もう言葉がいいですけどね、文字通り、うん、自分お一人お一人が、うん、未来を作るために、うん、何ができるか、うん、でまあ、そういったヒントが書いてあるところと、うん、自分自身が、うん、未来を作るために何をするのかというのを目標を書き込むような形になってます。その目標を書き込んでそこに向かってあなたはどうしますかということを考えてくださいというようなことなんですか。そうですね、はい、へえ、それは当然足立さんご自身も何か目標があるわけですね。はい、そうですね、はい、どういったちょっといいですか、教えていただいて。そうですね、はい、2つ目標を掲げるんですが、うん、まあ、仕事を通して、うん、SDGs に対してどんなことができるか、うん、もう一つがプライベートの中で、うんうん、SDGs 達成に向けて何をするのかという2つの目標を掲げることになってます、はいはいはい、で私は、うん、まあ、仕事の中では、はい、サステナビリティ担当ということなので、うん、ゴミの分別を、まあ、指導するというか、それは会社の中というか、う、ね、デパートの中で分別をしましょうということですね。はい、それを指導する、はい、でプライベートの中では、うん、まあ、大変難しい、うん、ものなんですが、うん、脱プラ生活にチャレンジをしようと。プラスチック商品を使わないということですね、まあ、なるべくなるべくね環境に考慮するということですかね、はい、まあ、プラスチックの使用が少ないものを選んで買うとか、うん、詰め替えができるものを選ぶとか、使うけれどもその頻度を少なくしようということも一つですよね。そうですね、はい、なるほど。さっきね、打ち合わせの時にちょっとお聞きしたんですが、はい、子供の頃に、なりたかった商業って何でしたか。警察官と看護師さん、うん、まさにミスター今の仕事にぴったりじゃないですか、うん、ね、この SDGs だけに関わらなくて、うん、足立さんは業務推進部としてね、うん、店内のそのいろんなことを守ってくれているんですよ。ね、すごいですよね、うん、本当に松坂屋の中で、うん、調子悪くなって倒れてしまったりすると、うん、本当に足立さんが飛んできて救急車を乗せてくれるのは足立さんだったりするんで本当に頼もしい活躍をしていただいてます、ね、本当にまさにね、子供の頃の夢もやりながらそしてまた未来へ、ね、はい、考えてらっしゃるってすごいんですが、さてレディー、はい、はい、何でしょう。レディーの目標なんですか。私、未来を作るパスポートですよね。そうそうそう、お仕事のことと、うん、まあ、プライベートのことを一つ書かせてもらうんですけど、ありますよね、うん、はい、まあ、お仕事はね、やはり広報活動とか、うん、まあ、イベントですね、はい、店内のイベントを通して、うん、環境に優しい製品ですとか、あとは地域の、うんうんうん、地産地消の製品とかそういったものを、まあ、お客様にご紹介するっていうのが一つお仕事ではありますよね。はい、でプライベートは、うん、普段そんなに正直関心が高いタイプではないんですけどでもやっぱり今なんていうか会社企業だけでなくて、うん、社会的にももう意識が、うん、格段と以前より上がってますので、いつの間にかなんかプライベートでも気をつけるようになってきますよね。うん、って書いたこととしてはやっぱり続けられることがいいと思うので、うん、すごく単純なことなんですけど、野菜の食べ残しを、うん、もう結構硬い芯の硬いところまで使い切るとか、うん、まあ、そういったことを書かせてもらいました、うん、ちょっと実行はこれからです、はい、それ野菜の食べ残しって具体的に書いてあるの野菜というか食品なんて書いたのか忘れたんですけど、食品ロスをなくすっていう野菜がいいや、でもでもプライベートでできることってやっぱり料理の時にちょっとなんか多すぎて捨てちゃったりとかあるんですよね。料理の時にね、はい、野菜がね、そうそう、結構ありますよね、野菜のあんまり美味しくないところ捨てちゃうとか。これね、だから、うん、まあ、普通に答えるとプライベートでは食品ロスをなくすって心がけてますっていうところを普通は答えるんだけど、うん、いいね、レディの場合は野菜をシンバで食べますっていう面白いですよね。そういう目標書いてる人あんまりいないですよね。本当ですか。いや、なんて書いてか忘れましたけど、意識としてはそういう意味で書きました。でも足立さん、そう、いわゆる実現できることじゃダメですよね。すよ、難しいことダメですよね、きっとね。そうなんですよ、うん、本当に一歩ずつというか、うん、無理せずできること、うん、これをやる続けることが一番大事かなと。原田さん、なんか僕聞きましたか、どうですか。いや、僕意識高めですか。来週それお答えしますけれどもしかしミスター、面白いって言ったら失礼ですけど、これこうなんかすごいいいことだし、
ちょっと興味深い話ですよね。うん、やっぱりあの、うん、環境に対しての意識っていうのはね、うん、あのこれはどんどん変わってるっていうのは皆さん気づいているんでしょうけども、うん、さあ自分に事としてじゃあ意識をどう変えるのか、そう、これを啓蒙していくっていうのが非常にあのポイントになるんですよ、というふうに思いますね。だから今みたいにキュッとなんかレディに行かれても、じゃあ来週答えますっていうふうにね、一週間考えるんですね。なかなか自分事にしてないんでしょうね、うん、でも来週はちょっと考えてきますので、足立さん来週も来ていただけますかね、はい、喜んで、はい、はい、本日のゲストは松坂屋名古屋店業務推進部サステナビリティ推進担当足立明美さんでした。足立さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は広報広報ガールへ参ります。アトレアミュージック広報広報ガール。今日はですね、はいはい、今度新しくオープンするレストランの耳寄り情報をお届けします、うん、3月1日の火曜日、はい、本館9階のレストランフロアに柳橋鬼太郎がオープンいたします。これ有名らしいですね。そうなんですよ、ね、はい、柳橋といえば名古屋の台所ですけれども、うん、この鬼太郎は柳橋市場の場内と場外に2店舗を構える人気の江戸前節店なんですよ。なるほど。三河湾で漁獲された新鮮な海の幸を使ったお寿司を味わっていただけます。でこちらの店舗食べログでも高評価でして、あの実は私も今回のオープンのことを全く知らずにブックマークして行きたいリストの中に入ってました。なるほど、はい、そんな人気店の3店舗目がなんと今回松坂屋名古屋店にオープンするということです。そして中でもおすすめメニューは鬼太郎の極上が詰まった究極の11貫税込み5280円です。これちょっと興味ありますよ、究極っていう言葉に。急にこっちを見ましたね。見ましたね。どんなんでしょうね、究極ね。まあウニやイクラや、うん、中トロや、うん、クルマエビ、アナゴ、まあ定番ではあるんですけれども、うん、間違いのない厳選された11貫のネタを味わっていただけます。これちょっとね、高いのか安いのかあれなんですが、でもちょっと安いんでしょうね、きっとね、厳選された、うん、まあお値段は、はい、行きたいです。ありがとうございます、はい、でももっとリーズナブルな盛り合わせですとか、うん、あとランチメニューもご用意しておりますので、ね、はいはいはい、ご家族でもお越しいただけますし、あとお一人様でも入りやすい雰囲気の店舗となっております。松坂屋でお買い物の際には柳橋鬼太郎でぜひお食事を楽しんでみてください。はい、本日は3月1日火曜日、本館9階のレストランフロアにオープンします柳橋鬼太郎についてね、お話をいただきました。ぜひ僕も行きたいと思います。ありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。皆様本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。アトレアミュージック。さてそろそろお別れの時間になってきました。今日もですね、たくさんのメッセージをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。中橋直林さんから、メッセージは、小さなツッコミ一つ。2月14日になったばかりの放送でゲストが松坂屋の社員さんがアニメソングの話をされた時にマジンガー Z のタイトルを、出しながら広報レディはガッチャマンの歌を口ずさんでいましたね。間違えましたね。知ったかぶりしちゃった。このように皆さんからメッセージをお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介します。またツイッターでもメッセージをお待ちしております。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてつぶやいてください。ちょっと朝デパートって寿司屋さんも美味しい寿司屋さんができるし、今すぐにでも行きたいです。今いらっしゃっても閉まっていますですよね、はい、はい、開店は明日の10時ですのでよろしくどうぞ。はい、はいはい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと、原田みのりでした。じゃあ行きますよ皆さん、せーの、生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。